皆さんこんにちは、アルビレックス新潟営業部の野沢です。私は今柴田ガス株式会社の本社に来ております。地域の顔にもなっているにっこり笑顔のガスタンク、ニコタン、モモタンでおなじみ柴田ガス。これは柴田ガスともつながりがある工場を見学するニコタン、モモタン、バーチャルガス店の企画です。今日はバーチャルガス店ということで、とあるところに工場見学に行くというんですけれども、一体どこに行くんでしょうかね。野沢さん、あ、はい、こちらをどうぞ。これは何ですか。こちらは宮村製布所さんの車麩です。はい、柴田といえば車麩、はい、あれですよね、はい、宮村製布所さんはこのやっぱ柴田ガスのガスを使って稼働している工場ですもんね。はいはい、小田さんはこのお麩がなんで車麩っていうかご存知ですか。知らないです。知らないんですね。じゃあ私がその秘密を今日は探ってきますんで、はい、お願いいたします。じゃあ早速行ってきます。行ってきます。いってらっしゃい。行ってきます。いってらっしゃい。行ってきます。小田さん、行ってきます。ここでお麩が作られているということで非常に楽しみです。野沢さんが訪れたのは明治35年創業、有限会社宮村製麩所。伝統の技で新潟の名産品車麩を作っている老舗の製麩メーカーです。宮村社長、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。社長で何代目になるんですか。私で4代目です。4代目ですか。はい、お麩っていうと僕はその煮物とかあとはこう吸い物とかに入れて食べるイメージがあるんですけど、はい、他にどんな食べ方ってあるんですか。そうですね、一般的にはお麩をよく煮て真ん中に卵を落としたりとか、はい、そういうもございますけど、味付けて唐揚げにするとか、はい、あとはオニオンスープグラタンとか。オニオンスープグラタン、はい、はい、お好み焼き風にするとかいろいろございます。いろんな食べ方があるんですね。はい、じゃあ今日はそのお麩が作られているところを拝見させてもらいます。はい、じゃあ社長よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。どうぞ。失礼します。狭いんで足元気をつけて。 ありがとうございます。はい、あ、もう入った瞬間この小麦のいい香りがしますね。こちらですね、これは麩の生地を作る場所になります。ここでまず麩の生地を作ってるんですね。はい、麩の原料の小麦タンパク質 と、はい、あと小麦粉とこの機械で混ぜ合わせて、はい、そして生地を作ります。でここでまずその生地をこの機械で、はい、練ってちょっと練っていくんですね。つるんとした形にします。はい、そしてそれを水で冷やしたのがあちらです。あれが麩の生地になります。すごいつるんとしてますよね。そうです、あれを今度焼き上げます。これで焼き上げるんですね。はい、ちょっとカンペが室町時代または奈良時代からあったという麩ですが、当初ある人たちの間で食べられていたそうです。そのある人たちとは一体誰でしょうかという問題ですね。ある人たち、そのやはり作るのが大変で高級品というイメージがあるので、やっぱお殿様とかお姫様がその時代から食べられていたんじゃないですか。違います。違うんですか。どんな方が食べられていたんですか。答えは修行僧ですね。修行僧、はい、お坊さんですか。はい、修行僧は摂取を嫌うということで、はい、それで貴重なタンパク質をお麩から取った。アルビの選手に持ってこいですね。ぜひ食べるプロテインと言われてますので、ぜひお麩を食べていただければありがたいです。いや、でサッカー選手だけじゃなくてアスリートに持ってこいですね。はい、さあ次は何でしょうかね。社長、ここの工程はどういう工程ですか。これは、はい、薪の作業なんですが、はい、アルミの2メートルぐらいのアルミの棒に、はい、最初の生地を巻きつけます。はい、うわーすごーい。見てて気持ちがいいですね。これすごい簡単そうに
見えるんですけど、はい、実際はどうなんですか。もう実際やってみると、はい、まずスピードについていけませんし、はい、こう綺麗にはもう全然負けません。負けないんですか、はい、上手になるまで、まあ、最低2年はかかりますね。2年これだけで。これだけで2年巻く工程を、まあ、何回繰り返すんですか。これをまず巻いては焼いて、巻いて焼いて、でまた巻いては焼いて、これを3回からうちでは4回やって4回、はい、この巻ける職人さんはどれぐらいいるんですか。私とこの職人さん、この2名しか、はい、そういったこう技術の継承とかいうのも非常に 大切ですよね。そうですね。次はこちらです。これですか、はい、今度は焼きの工程です。焼いてるんですね、はい、これを。こちらこういう風に焼き上がります、はい、おお、綺麗にくるくる 回ってる。あ、またカンペが、車麩という名前の由来はどこから来ているか分かりますか。やっぱりそれはこうこの後切るじゃないですか、はい、その切った断面が車のタイヤ、はい、っていうことじゃないんですか。まあよく皆さんそういうふうに思う人がほとんどです、はい、ですが本来は、はい、そうではなくて、はい、下が火ですね。あ、そうですね、はい、で棒が回らないと焦げちゃいます、はい、ですから回しながら焼きます。回しながら、回るからタイヤなので車です。そういう意味なんですね、はい、こう見た目じゃないんですね、はい、皆さん知ってましたか、うん。今は柴田ガスさんのガスですけど、いいガス使ってますね。そうですね、はい、昔は炭でした。炭で、はい、火加減の時は灰で調節するんです。難しいですよね、その調整っていうのは。そうですね、はい、一番難しいのはやっぱり火加減ですね。そういうのをこう判断するというか、そこの加減がもう勘です。勘なんですか、はい、はー、そうなんですね。宮村製婦女さんでは車麩以外にも柴田ブランドに認定されている柴田麩や押し麩、麩まんじゅうなどこだわりの麩を作っています。まず見てください、この大きさ。これ焼くすぎ切ってきたんじゃないです。いや違います。いただきます。出汁が染み込んでますね。 ありがとうございます。口当たりもすごいいいし、はい、四輪だからこその、はい、そうですね、3回巻きと4回巻きではまた歯ごたえとか、うん、全然食感とか違ってきます。また卵との相性もいいですね。そうですね、おほと卵はすごく合います。はい、ということで今日は柴田ガスさんのバーチャルガス店、その企画として宮村製婦女さんに工場見学をさせていただきました。本当にこう歴史の中で職人が織りなす技こそのこの車麩、これを皆さんに食べてもらって、はい、本当にこう健康になって、はい、ね、特に子どもたちには食べてもらいたいですね。そうですね、はい、いろんな食べ方もありますし、本当にこう満足する食べ物だなということが分かりました、はい、ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。またね。